はい、皆さんこんにちは。今日は2024年10月リリース予定の IF サンセットのオープンベータテストをプレイしたいと思います。こちらのゲームは日本語対応のゲームとなっています。デモ版は以前からあるみたいですが、今回9月4日から9月11日までオープンベータテストを行っているみたいですので、こちらプレイしていきます。もし興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひ期間中にプレイしてみてください。ゲームの内容はサバイバル RPG アドベンチャーですと。昼間は島の各地で生存に必要な資源を確保し、夜になると強力で恐ろしいモンスターから生き延びなければなりません。集めた資源で拠点を築き、襲いかかるモンスターに立ち向かいましょうというサバイバルゲームになっています。では早速ですね、始めていきましょう。さあ、プレイヤーの方が、作れるみたいですね。ということで特徴とカスタマイズがあって、あ、これなんだろう。ステータスポイントが振り分けられるみたいですね。どうしようかな。攻撃力、スタミナ。まあ、いっぱいスタミナの方が多分走ったりとかできるってことですよね。体力。まあ、攻撃力に割り当てるか。で、こちらの方の洋服が選べるみたいですね。どうしようかな。なんかこの普通の感じにしましょうか。カスタマイズでは、ああ、女性か男性かが選べて、まあ女性はこんな感じで、男性は、こんな感じで選べると。ああ、なんかどっかの海賊みたいな感じもいけそうですね。どうしようかな。よし、この髪型にして、なんか顔の方は、まあ初期のやつでいきましょうか。色と、あ、色もちゃんと変えれますね。はい。ということで、まあ、キャラクター制作もできますので、こういうのを大好きな方にも、問題なしですね。ヒゲとかもあるみたいですので、まあ、適当にちょっと作ってスタートしていきましょう。ということで始まったみたいですね。まあ、ちょっと、下ってなんだろう、下って。いきなり下って言われてますが、タコのお化けに、襲われてるみたいですね。タコの足があるってことはまだ沈んでるのかな。なんで主人公はここにいたのか、このちっちゃい船に乗ってたのかはわかりませんが、とりあえず襲われてここにたどり着いたと。で、チュートリアルを無視して一旦これを開けましょうか。で、すべて取得にしておこう。ということで、まず WASD キーで動いて、シフトで走る、スペースでジャンプ、しゃがむのは、できますね。コントロールじゃなくて、キーでいけるみたいです。タブでインベントリー、I ではインベントリーは開けない、M でマップとなっていますね。他はないかな？特にないか。はい。ということで、まずは、チュートリアル通りやっていきましょうか。まずは、妖精に話しかけてみようということで、バカっていきなり言われた。おい、バカバカ、私の声なんて聞こえないでしょうということで、なんか、妖精の声が聞こえるのが見つかったよと。もう、あのクラーケンさせ合わなかったら、こんなことにならなかったのにと。クラーケンなのか。あれを刺激したよね。多分、クラッ剣も呪いにかかったのかもしれないと。ちょっと日本語の翻訳は、まあちょっとまだ怪しいところはありますね。はい、呪いかなということで、呪いを解く方法はと。
分かった、助けようということで、行きましょう。実はこの島よりになると呪われたモンスターが出てくるのと、襲撃に備えるための資源を集めないといけないわということ。周辺にある木の入れ物を F キーで開けてみよう。木の入れ物を左マウスボタンで壊してみようということですね。まあ、T でクリエ、クローズ。レフト、オルトキーを、ああ、なんか回避ができるのか。はい、ああ、なるほどね。こういうことね。はい、ということで、WASD キーで動くということで、他は、拾う。タブキーを押すと持ち物を開いて、ああ、インベントリーが出ますよということですね。あ、そして、作れるものも一応出るのか。はい、OK。で、木を拾う。で、これも拾う。木の入れ物。木の入れ物、これかな？これなんだ？パンチ。これは入れ物ではない。こいつか。タルトカか。あ、やばいやばいやばい。なんか開くってあったのに、そのままぶっ壊してしまった。原木ゲットと、これが鍋。すべてが、やばいな。なんかあったかもしれないのに、ぶっ壊してしまった。あ、でも、取れるやつは、あれか。壊せないようになってるのか。はい、ということで、石拾った。落ちた石を F キーで拾ってみよう。木の枝を拾ってみよう。植物に F キーを押して、繊維を取ると。いうことで、ああ、よかった。まだ壊しても大丈夫でしたね。で、枝。やばい、カニがいる。カニ。ほら。よっしょ。カニ強いな。パンチでも潰れないなんて。とりあえず、カニゲットしてみました。まだ取れる？取れない。で、まず石。で、枝は OK。なんかめちゃくちゃあるな、これ。なんか。あー、なるほど。こんな感じで取れていくのか。で、繊維。こいつかな？繊維。あー、これもどんどんいくタイプですね。タブキーを押して制作メニューを開く。タブキーを押して石斧を作りましょうと。とりあえず拾えるものを拾う。あ、そうだ。あとインベントリー。重さはどうだろう？経験値、体力、スタミナ、温度。あると、特にまだあれはないのか。重さとかはなさそうですね。で、タブキーを押して石斧を作る。石斧を作るには木の枝が足りない。え、待って、タスク終わったのに作れないんだ。はい、ということで、ちょっと漁っていきましょうか。タスクで大体こういうのって、材料は取れるかと思って油断しましたね。で、石斧を作る。ああ、時間がありますね。3秒、あと2、1で作れると。はい、次のタスク見ていこう。石の斧でヤシの木を切ってココナッツを、取ると、ホットバーの方に入れておきましょう。これですよね。で、こいつをぶったたく。押しっぱなしでいけますね。葉っぱが落ちてきたよ。よいしょ。あんで、これはそのまんま壊していくタイプか。で、やばい、ヤシの木切ったけど、ココナッツが出なかった。そんなことってあるのか。あ、ココナッツ落ちてきた。これ、こういうことか。違う。こういうことではない。え、ちょっと待って。ヤシのココナッツ得たんだけどな。すみませんね。よいしょ。違うのか。ココナッツ得たよ。よし、オッケー。タブキーを押して持ち物を開け、食べ物を食べて空腹と喉の渇きを抑える。あれね、ココナッツ取ったと思ったけど、種か。そういうことか。種だからなかったんですね。で、アイテムを使う、左クリックになってるけどな。2番で食べてみるか。よいしょ。これで OK。スタミナが上がります。狩りをするためにタブキーを押して木のコンボか木の槍を作る。カニを倒すと、もうぶったたいて倒しちゃいましたけど、武器関係かな。木の窓。はい、木の槍かな。ということで、こちらを作っていこう。少しこれずらして、木の槍。で、カニを狩る。カニさんさっき倒しちゃったけどな。まだいる？やばい、なんか奥で光ってるの見えた。とりあえず開いながら。ちょっと待てよ。カニさんさっき倒したからいないとかはないですよね。どこだ、カニさん。スタミナ。やばいな。あ、カニさんいたい。ちょっと待って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 。このタイミングで出るのか。しかも、なんかわからないけどダメージ食らった、カニさんが。はい、ということで、これは取りました。OK。はい。
右は防御なんですね。投げたりはできない感じかもしれない。よし。ただ槍振りかぶる前になんかダメージが出てたような気がしますが、気のせいかな。タブを押して焚き火を制作する、で設置をしないといけないのか、焚き火はあとちょっとでできる。これはどうするんだろう。普通に右クリックでいけるのかな。ホットバーに登録する。やっぱ一回一回ホットバーに入れないといけないのかもしれない。OK。多分知ってると思うけど、火を使って肉を焼くことができるわと。生で食べるより焼いて食べる方が体に効くから覚えておいてと。空き瓶に水を入れて沸騰させることもできるよということで、カニが2匹分ありますね。あ、これ1個ずつしかいかないのか。これはなんだ？松ぼっくり、貝殻。これも焼ける？貝も焼けるな。で、燃料の方に、これを分割したいね。ちょっと待って、落ちた。どういうことだ？話が違う。ちょっと待って、分解？待って、いろいろと。木の枝でいいかな。これを分けたいんですよね。個別に分離する。コントロールプラス左クリックになってるんだけど、分解は？あ、やばい、全部入れちゃった。クリックしたら入れちゃったよ。はい。ということで、まあ、これは分解できませんでしたが、まあ、とりあえず、よしとしましょうか。はい、OK。より多く制作するために作業台を設置を。さあ、どこだ？作業台はこれですね。石が6個必要なので、とりあえず石を取ってきましょうか。で、勝手にツルハシとかも作りましょう。さあ、石取って、このピックアクス作ったらスキルポイントを獲得したよと。タブを押せばスキルを確認できるよということで、スキルツリーかな？これですかね。1ポイント、今使いましたね。がっちりボディの1ポイント、レベル1は防御力が5上がると。そこから温度の適用とかたくましい太もも着地法とかに行きますね。で、こちらは総力関係かな。で、これは何だろう。食べ物関係のやつ。で、船を作れるんだ。そういう能力があるみたいです。で、石の方はおそらくこういうの、これじゃないのか。ぶったたいていった方が石早く集まるんじゃないかと思って。で、ピックアクス作ってみましたが、やばい、これ壊せる石がなかった。ということで、結局これは拾った方が早いということですので、これは拾っていきましょう。カニぶつかるとあれか、ダメージ勝手に食らうのか。やばい、保管庫開くのに勝手に、やってしまったぞ。保管庫開く、全部獲得。ちょっと待ってよ、ズボンゲットしたな。でもズボン持ってるな。クロースパンツ。防御力 9.1。破れたパンツよりは全然いいですね。で、これはもうない。で、これはぶっ壊せる。なるほど。ぶっ壊していくことができるけど、空き瓶も、やばい。ちょっと待って、これやっぱ保管庫。保管庫って書いてあったけど、ぶっ壊せたな。あ、この石は、これ石ですね。粘土かと思ったら。石ちゃん取れました。あ、泥も取れた。OK。なんかよくわかりませんけど、いっぱい資源取れますね。よし。で、焚き火の付近に、あ、なんかあるね。待て、この島は昼間にも汚染された存在がいる。夜に出るモンスターと同じぐらい危険よと。武器がないなら、見やめに近づかないようにと。よし、ちょっと待って。一応、順番通りにやろう。はい。ということで、こちらの焚き火のところに、どれだ？制作台、これですね。ワークベンチの方作っておきましょう。まあ、他はなんかあるのかな？弓はまだ作れないのか。で、ハンマー、これは作れるな。建物を建設したりすることができるよと書いてありますね。はい、とりあえずワークベンチ、OK。あ、そしてなんか画面の左のところに F1 と E で、あと Q もなんだろう、これは。これなんだ？やばい、なんか行った。なんかやばい。あれか。妖精さんのなんか技が行くのかな。わかりませんが、ちょっと余計なことしましたね。はい。ということで、戻りましょう。ワークベンチを作る。マウスの、ホイールで回転できますね。
焚き火の横に置いとくか。はい、ドン。作業台を開いて、布を作って作業台で防具を一つ作ろう。制作リストはこんだけだよ。布、これですね。ファイバー、繊維があれば作れる。はい、保管庫に入ってます。防具を作るのか。防具。帽子、頭がないのかな今。あ、でもちょっと待って。1個だけじゃ作れないな。靴は、防御力は9。頭は、ちょっと待って。頭、これか。9。とりあえず10個でいけそうですので、布10個作って、この帽子作ってみましょうかね。ただ繊維がないので、今取ってきましょう。さあ繊維取ってきましたので、今度こそ大丈夫ですね。もういきなり布10いっちゃいましょうか。まあ、倉庫の方に3あるから、いいか。7だけ作るか。6、7、8、9、10と。はい、これで OK ですね。で、これで帽子が作れるので、製作すると。これも5秒ぐらいかかりますが、そんなに待つことはない。保管庫から取る。これはどこだ？装備は。頭の部分がよくわかりません。これか？これですかね。はい、装備する。タブキーを押してスキルツリーに入ろう。はい、で、入りました。Q を押して妖精スキルを使う。ああ、やっぱりか。Q を押して妖精スキル。これ、なんか3つに飛んでいくやつですよね。で、F1 を押して妖精をオンオフする。で、消えちゃった。ジャングルに入ってイノシシを狩ろう。イノシシの攻撃をライトマウスボタンで防ぐ。こういうことですね。これは何だろう？これは何も触れないけど。え、これ勝手に取っていいやつか？この祭壇は古代文明の遺産ねと。トゥガの石3つで作動させられるわと。作動させば今夜はモンスター、あ、そうなのか。はいはい。これは何？メモを畳む。なんかがあるよと。獲得できますね。で、これ石を備えるしかないけど、3つないとダメだから、ダメなの。また、マップを開いてこの祭壇を押せば、テレポートもできるから覚えておいてねと。現在地がどこだ？これですかね。ここに、ああ、すぐ行けるのね。そうか。そして進むと、イノシシがいます。ちなみにマップはこれぐらいが拡大が最大限ですので、これ以上は拡大できません。敵の道具が必要。まず、斧と作業台。これは OK。拾う。これ石かな？石ですね。OK。あ、これ保管庫だ。危ない危ない。で、おお、なんか爆弾が手に入ったよ。ぶっ壊せるのか？ぶっ壊せない。で、ジャングル入っていきます。よし、レベルが上がったよ。これ、スキル、覚えれるのか。スキルポイントがありますね。足が速くなる。移動速度が10必要です。必要なスキルポイント2ポイントか。1ポイントじゃもう何も解放できませんね。やばい、なんかいた。びっくりした。うさぎさんか。拾う。ちょっと待って、蝶々も取れるんだ。レッドバタフライ。竹がありますね。まあ、何にも、そういう、あれはないですけど、タスクはないけど、竹をゲットしていこう。はい。竹ではなかったですね。ヤシが取れましたね。よしよしよし。いる？ウサギですよね。あ、イノシシいるかな？いるな。イノシシいる。とりあえず繊維を取っていく。いるね。正面にいるね。妖精魔法行くか。妖精魔法、ドン。ほら、正面にいる。うわ、そんなに強くない。はい、とりあえず、イノシシを狩ろう。めちゃくちゃ長いな。当たってなくても、イノシシダメージが。そして、防ぐ。防ぐ。よいしょ。これで OK。カリーもあるのかな？タイミングは全くわかりませんね。やばい。死にかけてる。死にかけてる。危ない、危ない、危ない、危ない。はい、とりあえず、保管庫すべてゲット。池で F キーを押して、汚染された水を救おう。はい、とりあえずこれ、この島の水は基本汚染されてるが、緊急時な時以外は飲まないでね、ということで。あ、ちょっと待って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 。これ、救おうなんだけど、アイテムの空き瓶が必要です。危なかった。あ、ちょっとそのまま飲むところだった。ということで、確か空き瓶、あ、落ちてるのかな？どっかに作れたと思う。あ、空き瓶ありますね。よかったよかった。はい、ということで、空き瓶がある。タブで、やっぱ持ってたか。4番かな？
で、水を汲む。危ない。はい、オッケー。はい、すくって、焚き火で汚染された水を沸かすと。うさぎさん。あー、ダメか。早いね。妖精さんアタック。よっしょ。当たったけど、あー、スタミナがない。妖精さんアタック。貫通したい。いや、無理か。妖精さんアタック使うしか狩る方法がないな。よし、ゲットした。はい、ということで、こちら、ウサギさんも狩りましたね。あー、ね、逃したかな。高さが全然合ってませんでしたね。いやー、HP がもう結構ヤバめなのが、困ったところだな。焚き火で、瓶の水入れて火をつければいいんですね。まあ、ついでに、カニの肉と貝殻。ウサギかなんかの肉はないのかな。これは何？松ぼっくり。肉っぽいのがなさそうですね。マッタケみたいなのがあるので、これも焼いてみよう。あ、これか。ジャーキー。え、焼けるよね。乾燥させた肉か。なので、これは関係ない。まあ、こんな感じか。これで一旦火をつけよう。で、メーターが溜まったら、これで出来上がりですね。普通のやつもできた。さらになんか焼くことできるな。これは何だろう、焦げたりする感じですかね。とりあえず一旦火は消そう。はい、貝ももらいました。OK。さあ、荷物がちょっと多いな。夜に備えて基地を作る必要があります。やばいね。そうですね。もう2時ですからね。基地の建設のためにハンマーを作成しようと。ハンマー、OK。で、ちょっと食べ物食べていきましょうか。キノコ、貝、カニ、ホコラを食べていこう。はい、キノコで、カニ、9.4 まで上がった。あ、ちょっと待って、いっぱい食べたな。で、カニか、これで。あ、ちょっと待って、これ全部食べてるのか。あ、焼いてないのか。そうか、そうか、そうだ。一個ずつしか焼けなかったんですね。まとめて焼けるものと勘違いしたよ。で、どうしようかな。火を入れる。で、これでお腹の方は空かない。最悪ジャーキーもあるから大丈夫そうですね。これは複数重ねられるね。OK。あ、ちょっと待って、2つまでしか入らない。まあ、他でちょっと持っておきましょうか。あ、ダメなんだ。タックが2つまでしかできないのね。はい、ということで、とりあえずお腹はいっぱいにさせておいてと。はい、これで OK。さあ、そして建築資材を用意するためにヤシの葉っぱを25枚集めようということなので、まあこれは簡単に集まるかな。ヤシの木ぶったたいていけばいいわけですからね。あ、羽かなんかも落ちてきたね。はい、原木、原木。OK。あとは1枚。さあ、これで OK。ヤシの実ももらえて OK ですね。はい。とりあえずタスクは終わった。ハンマーを持ってライトボタン。ちょっと荷物がかなり、あ、そうだ、取ってきてない。こっちの方から、4番に入れとくか。右ボタンを押して床。床。あ、2×2。まあ、いいか。とりあえず 1×1 から用意してみよう。で、これは、一応、くっつく感じですね。で、2×2 も一回作ってみよう。2つ分の大きさ。やばい、これは、ああ、ちゃんと行くね。行くけど、結構奥に入れないと合体してくれない。とりあえずどうしよう。2×2 の4つのやつで家建てていきましょうか。よいしょ。で、壁ですね、次は。壁。ドア枠。ドアちっちゃいな。まあいいか。とりあえずこれを作る。で、あー、2×2 のドア枠もあった。壁が 1×2 はないのか。はい、壁を作ったよと。で、窓のあるやつにしようか。あ、やばい、原木がない。原木がないので作れない。ちょっと原木集めてきます。さあ、どれぐらい必要かわかりませんが、一応原木いっぱい取ってきましたので、これで作っていきましょうか。これが窓のある壁ですね。
よし。これはもう全部窓でいいや。あ、ちょっと待って、作れてない。で、最後一個。続いて屋根ですね。屋根の部分は平らな天井か、半屋根。天井じゃなくて屋根なのかな？ちょっとなんか、やばい、見づらい感じになってるけど、これはなんだ？材料は足りてますが、変な感じですね。え、これは作れない。天井でいいのかな？あ、天井でもタスクはクリアできますね。とりあえず天井で埋めておこうか。雨が降ったりとかするのかはわかりませんが、とりあえず、スカスカだけど埋めておきましょう。あ、材料なくなったかな？原木なくなっちゃった。次、シェルター効果を10秒維持するとリチャージ効果が得られます。リチャージ効果は屋外に出ると適用されますと。うん、まだか？まだこれ、ついてないからかな。リチャージ効果は休憩所のやつがついてる。いつ出るんだろう？リチャージ効果。あ、出てないですね。やばいやばいやばい。ちょっと屋根を全部作れないといけないのかもしれないから、屋根ちょっと作っていきましょう。さあ、とりあえず屋根は全部つけたけど、さほどなんか関係なさそうですね。で、よく1個目のやつを見ると、シェルター効果を受けますということで、キャンプファイヤーまたは調理鍋が必要ですとなってます。これは、あれかな？動かせないのかな？ということで、キャンプファイヤーこの中にちょっと作ってみましょうかね。で、鍋は一応持ってるので、鍋も置けるようなら置いてみよう。で、これでとりあえず、キャンプファイヤー、どこだ？キャンプファイヤーはあった。さあ、こちらを、家の中で火事とかならないですよね、きっと。はい、開く。これ鍋置ける？置けない。鍋は置けない。鍋はどうやって使うんだろう。ああ、インベントリーにも入れられないですね。どうすんだ？リチャージ効果、これでいいのかな？で、あとは作れそうなのは、ベッドとかも置けるけど、これは布が必要。これで作れる？布がとりあえず10個で、あとは罠とかを作っておきなさいということを言っていましたので、まあ、罠とかちょっと作っていった方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと待って、なんか変な説明が出てるな。で、ベッド、ちょっと貝も食べるか。ベッドを置いて、まあ、これで、ベッドに名前ってなんだろう。なんだろう。ベッド。はい。で、寝る。寝ると、一日終わる？まだ疲れていません。はい、そうですね。で、あれか、別に、ここで復活するリスポーンポイントとかというわけでもないんですね。なるほど。ということで、ちょっと喉も渇いてるから、ココナッツ食べるか。さあ、これで振るかな。さあ、そしたら罠を作りたいな。あ、なんか来た。ああ、なんか来た。はい、一気に何か進みましたね。チュートリアル20が飛ばされました。夜に備えてトラップを作ろう。トラップハンマーを作成しようということで、トラップハンマーって何だろう。ツールかな。トラップハンマーこれですね。原木からできるので、原木から作ろう。ああ、そういうことか。分かれてるんですね。建物用のハンマーとトラップハンマーが。制作しよう。あれ？ちょっと待って。トラップハンマー制作したよ。制作したけど、どうした？え、ちょっと待って。え、なにこれは？トラップハンマーを持った。あ、いけるね。で、ライトを右クリックすると設置できるんですが、今右クリック押したらなんか、インベントリーに戻されてしまいましたね。で、これを全部作るのにも原木がまた必要ですので、原木取ってきましょう。さあ、原木の方を集めてきましたので、ちょっと作っていきましょうか。こちらの方かな？外向きで家の周りにちょっと置いておけばいい感じかな。他にも置いておく。さあ、ちょっとこれ綺麗に合わないので斜めってますが、ここに置いておく。これどうなんだろうな？囲む必要があるのかな？どっから来るのか？ああ、やばい。自分も食らうのか。さあ、そしてしかもやばい。出血が2分間。大丈夫か？死ぬかもしれん。作業台で釜を製作して設置しよう。
これは違うのか、鍋ですか。釜を作らないといけない。これかな、焚き火、違うな。鍋、調理用の釜、これのことか。はい、製作しましょう。あー、なるほどなるほど。これを置くことによって、しまった、キャンプファイヤー作るんじゃなかったな。そしたらこれ雑な弓も作れるな。繊維があればいっぱいあれ作れますね。防具も作れますね。よし、とりあえず鍋は作った。はい、持つ、設置しよう。キャンプファイヤーこれ作るんじゃなかったな。こちらの方を分解するにはどうしていいのかが分かりませんね。ぶったたく、ぶったたけない。いやー、ぶったたけないな。まあ仕方ない、これは諦めよう。また多分いずれなんとかなるでしょう。よし、とりあえずこの鍋の設置、鍋にベリーと水を入れてフルーツジュースを作る。水と、待って、これ、これは空き瓶、空き瓶か。汚染された水。ちょっと待って、今水飲んだのかな、ひょっとして飲んだ可能性があるな。ちょっと待って、これはいろいろとまずいぞ。汚染された水、火でまずはこれを普通の水にしよう。ダブルクリックすると食べるのか。あ、違いますね、これはやばい、今やってはいけないやつだ。はい、水ができた。で、こっちの方ですね。この水を入れる。で、ベリーを入れる。何個かわかりませんが、とりあえず、あ、1個でいいのかな。で、燃料突っ込んでと。あ、調理押さないといけないのかな。はい、調理押して、フルーツジュースができました。死者の夜を耐えましょう。ナイト・オブ・ザ・デッドで、瀕死の死体を50体、50体も。結構倒さんとダメだね。ということで、これは何？満腹感に喉の渇き後。移動速度が上がるよ、ということで、食べ物を入れていく。さあ、今のうちにちょっと色々作っていくか。他は何か作れるかな。家具系があるか。スチールボックス。収納箱めちゃくちゃ欲しいんですけどね。収納箱、あ、木のボックス、原木か。原木、あ、板材か。はいはいはい。ということで、ちょっといろいろ敵が来るまでやっていきましょうかね。さあ、7時になりそう。あ、やっぱ7時か。やっぱ7時なんですね。やばい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 。なんか来た？あ、いきなり来た、いきなり来た。めっちゃ来た。あ、こんなに来るの？こんなに来るのかっていうぐらい来ましたね。やばい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 。まさかのこんなに来る。あ、いきなりでびっくりしましたね。ちょっと逃げ回ろう。ちょっと待って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 。これ普通に戦えるのか？やばいこれ。待って待って。妖精さん、力を貸してくれ。やばいこれは。嘘だろっていうぐらい来ましたね。びっくりした。これ建物の中にいるのが良いかもしれない。さあ、ちょっとスタミナがなくなってジャンプできない。よし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 。あ、大丈夫か？さあ、いやー、家の中も入ってきた。なんだこれ、無双状態みたいなので戦うのか。さあ、ちょっとジュース飲む。ちょっと待って、これは偉いことになってるな。さあ、100体とりあえず勝利しましたが。まさかこんなことになってるとは思ってなかったですね。妖精さんが意外と強い。あと4分。うわぁ、家の中全部囲まれてるぞ、これ。どうするこれ。やばい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 。どうすることもできん。まさかのこんなにひどいことになるとは思ってもなかった。さあ、どうしたらいいんだろう、これ。時間をとりあえず過ごさないとどうしようもないのかもしれないですね。よし、とりあえず、槍で刺しながら、妖精さんの必殺技を使っていこう。さあ、入り口が1個だけなので、これで OK。なんだ、こんなにいっぱい来るなんて聞いてなかった。もっと可愛らしいやつかと思ってましたね。さあ、とりあえず、つつきまくって、自社の夜を耐えましょう。もうちょっと教えてほしかったな、こんなになるって。でも家の方が結構強いし、トラップもかなり効いてますね。
オッケー、家の中でとりあえずチクチクしてれば問題なさそうだ。フェアリーの、フェアリーもあれか、しまった、マジックポイントが必要なのか。とりあえず槍でつつきまくっていきましょう。まだ3分もあるな。さあ残り15秒ですね。ひたすらこれつついてるだけですね。そして敵が落とす緑色のやつを取ることによってフェアリーさんのマジックポイントみたいなのが回復するみたいですので、こちら敵倒していって緑回収したら結構使えるようになりますね。はい、終わりましたね。なんか結構屋根の上にめちゃくちゃ乗ってて、まあそれが助かったのもありますね。さあ、クトゥガの石を見つけたは石に込められているエネルギーで能力を向上させられるはずよと。フェアリータブを確認してと。フェアリータブ、これですね。で、石を使って、ああ、こうやってレベルを上げていけるみたいですね。ああ、なるほど。マックスだと、マックスは押せない。まあ、2か。吸収させる。そうするとレベル2と。スキルの方も、ああ、なんかいろいろと持ってるな。ピッシブってなんだろう、これ、パッシブかな。さあ、そういう感じですね。窒素の方を上げるとか、そういう感じで、いろいろできるみたいですね。この石には多くの魔力が込められて、その分浄化せずに使うと汚染されてモンスターに変わってしまうわ、ということみたいです。よしよし。さあ、そして M を押してマップを開きますと。で、マップ上に、選択マークされた祭壇を押すとテレポートしますと。祭壇は世界中に点在していますよということで、どれだろう、祭壇これかな、違うな。なんかどれかを押しなさいと言われてますが、なんか押せるような雰囲気なのはないですね。これはやばそうなところあったりするけど、まだあれかな、祭壇の方を見つけてないからできないのかもしれないな。でももうタスクでテレポートしなさいですね。はい、わかりませんでしたが、ここ最初にあったところ、これですね。これにテレポートしたらチュートリアルの方は進みました。で、次は釣りをしなさいということで、まあ作業台で釣り竿を作って、釣り竿、布が8。やばいな、布はないかもしれないな。布を8作る材料はありませんね。ということで、まあこんな感じのサバイバルゲームです。50体で多いと思ったら、まああんなに来るんだというぐらい敵が攻めてきました。それなら倒せますね。はい、ということで今日はこれぐらいで終わろうと思います。興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひこのオープンベータテストの方をプレイしてみてください。それでは皆様ありがとうございました。